北川さん、友達もいなくていつも一人でいる俺が、俺にとって同級生と放課後に寄り道したり休みの日に会ったり、こんな風に過ごすのは全部初めてだった。楽しかったな。小学校の時も中学校の時も毎日人形いじってばっかだろう。友達いねえんじゃねえかと思ってよ。いるよ。今までも普通にいたし。ごめんじいちゃん、俺高校でも友達できてない。だから俺がいたら輪を生み出すし、嫌な気持ちにさせるって決まってる。俺がいない方が五条君、私に香水晶作ってくれないかな。なるべく人前で俺とはいない方が。あ、何言ってんの？すでに私ら友達じゃん。この間じいちゃんにいろんなものを見ろって言われたんですが、本当ですね。じゃあ私といろんなとこ行こうよ。私めっちゃ誘うし。だから私と2人で。別にやましいことしてないよ。やましいことかしちゃったりして。北川さん、今すぐ俺から降りてください。北川さん、どうしたんですか？こんな夜遅くに何かあったんですか？声が聞きたくなったっていうか。五条くん、好きだよ。じゃあね、五条くん。おやすみ。